結びの教科は英語です英語の解説は 木村塾の渡場正人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、渡場さん、えー、今年の英語の問題傾向はどう見てますか。はい。えっ、ー、と大問数、設問数、配点においては昨年とほぼ同様という傾向でした。はい、えー。ただですね、あのちょっと違った部分というのが三点ございまして、えっ、ー、と一つが大問四、後でちょっとご説明ありますけれども、はい、えっと英語で回答する問題が例年三 台から5台ほど出題されていたのが全てえっと選択式の問題に変わっています。はい、ちょっとここはあの答えやすくなった部分かなと思います。えー ただ一方でですね、えー、と長文全体を通しての単語数が150から205ほど増えているのに加えてえ必要とされる単語の知識量っていうのがちょっとこう難しくなっているという傾向にありましたんで、はい、全体としては同じぐらいかなというところではありますけれども、はい、ちょっとこう要求される単語レベルが上がったというふうな傾向と言えるかなと思います。ではは問から見てままいいりましょう、はい 大問一は例年通りリスニングの問題でした。はい。え問題文選択肢ともに一回読みとなっております。こちらは回答のみお伝えをさせていただきます。はい。一の一ナンバーワン C.。ナンバーツー B.。ナンバースリー A.。一の二ナンバーワンが B.。ナンバーツーが A.。ナンバースリーが D.。一の三。一が C.。二が B. A. D. となっております。はい。 以上、問でした。さて続いては問ですね。例年の問題とです、ね、少しちょっと傾向に変化がこの大問2番に関してはありました。はいえっと、昨年です、ね、あの登場人物が複数三四に出てきまして、うんえっと、それぞれの登場人物の意見を読むという形式から今年はです、ね、あの2人の対話形式という形に変更になってます。はい 形式はちょっと違うんですけれども、うん、出題のレベル設問のパターン等に大きな変更はなかったので、はい、落ち着いいいいて取取りりり組組めば、まあ、あの練習通り取り組むのではないかなかという,ふうに思います、ね、それでは、えっと、1番の解説からですけれども、はい、下線部1の「えーはい、1> マイ・フューチャードリーム」の内容を問う問題ではあるんですけれども、はい、直前文、えー、訳していくと「 看護師になってアジアの国の患者を救いたいという内容がありますのでこの内容からうが正解だとわかります、はい、で続いて二番ですね二、えっと、番に関しては 本文十一行目、えー、と防線二の三行前ですね、えー、見ていただきますとあの答えることができます、はい、えっと A に関しては本文、えー、本文中にですねリアルという単語がありますのでここに注目すると E のリアリティだということがわかりますはいで B もですねあの英語の技術を良くしたいと自分の英語の力を伸ばしたいというような内容が直前部にありますんで、うん、A のインプルーブとなるんですけれども、はい、この B の 自分の問題に関しては「インプルーブ」の意味が分かったかどうかというところでああ、うん、ちょっとこうあの正解できたかどうかが分かれるポイントかなというふうに思います。改善する向上するる向上 で3番に関しては、えー、直前部にですね一緒に掃除をすることで協力する大切さを学ぶという内容が直前文にあります赤のアンダーラインの部分ですね、うんはい、なので A が正解だと分かります、はい、で同じく4番もですね、えー、アンダーライン引かれている、えー、部分を見ていただきますと実際にやってみることが大切だという内容になっておりますので、うん、A が正解だと分かります。 5番はです、ね、あの例年どおりあの5単語から4単語を選んで並び替えるという形式の問題が出題となりました。<laughs> あに関してはですねえっと選択肢に who があることそしてあと文脈の判断からですねこの who が関係代名詞であるということが分かれば比較的解きやすいかなというふうには思います答えがナースを先行詞として出して、はい、ナース who can work となりますはい。えー、続いて E に関しては it for to 構文ということに気づけば、えー、答えが help for me to が正解だとわかりますはい。はい ここまで大問二でした。はい、では続いて大問三です。はい。えっ、ー、と大問三は長文問題となっております。えっと一番はですね空所補充の問題ではあるんですけれども、うん、えっと赤でアンダーラインを引いております直前文ですね。はい。ここに回答の根拠がすべてあります。なのでまあ比較的あのまあ近くに回答の根拠がありますんで、うん、えっと気やすかったんじゃないかなというふうに思います。うん、えっと回答だけお伝えしますと丸一がいい。 丸2が「う」三が「え」となります。はい はい、続いて2番ですねこちらがあまりない形式の問題でした<ー>、えー、ちょっとあまり見たことのない受験生も多かったのかなというふうに思いますけれども埋めるべき空欄の前後ですね1文目が与えられていて空所 A3 文目空所 B というふうになりますけれども、うん、あのこういった、ま、あの空欄の前後が固定されている問題であの国語なんかではよく見る形式のものになっております。はい、でこののパターンはですね直直前直後の、えー、内容を 本文から同意文を探せば比較的解きやすい傾向の問題だったんで英語が苦手な生徒もあのまあその同意文さえ探せればあの答えやすい傾向の問題だったのかなというふうに思います。答えは、A、が、e B が A となります。はい、ちょっと見慣れないというそんな問題でしたね。は、ね、はい。はい、で、えっと三番に関してはですね、えっとこの文章題全体から主人公の男性が何をしようとしているのかということが分かれば、まあ比較的答えやすい形式の問題かなと思います。 えっと、この主人公の男性はですねパンを作ることで、まあ、災害であったりとか食料不足に、まあ、何とかしたいっていう思いで、まあ、活動されているという主人公のお話になります。ですので、まあ、そういった思いを読み取れば答えが A だということが分かります。これが3番の回答ですはいここまで題問3でで問した、はい、では続いて大問4に参りましょう。はい えっと大問4も引き続きえっと長文問題となっております。はい、で、1番に関してはえっと空所の直前にですね。えっとバットがあることに注目していただければと思います。うん、で、そのさらにバットの直前文を見ていただきます。と、ショッピングエリアは混雑していた。 という内容なんですね。はい、その後にしかしでえっ、ー、と今四角1という風になります。うん、この四角1の中身にはですね。今は混雑していないという内容の意味が続くはずなので、うん、答えがいいだということが分かります。はい で続いて2番に関しては防戦2に「2 things」という部分に共通すするる目的を答えるというようよなな問題になっておりますでその,あの防戦の直後にですね「えー、One idea」とありさらに2行先にも「the other idea」とありますんでこの2つに共通する内容を選ぶと答えが「A」となります。はい、はい 続いて三番なんですけれども、うん、えっと三番に関してはすずさんが何についてまああの意見を述べている文なのかっていうことを、えー、読み取ることができれば、えー、解ける問題となっております。うん、でずさんの主張のテーマっていうのが地域の農業に人々が興味を持つにはどうすればいいかということを、えー、テーマとして持っている。まあそんな内容の文なんですね。はい、なので答えがうだということがわかります。うん はい、で続いて4番なんですけれども、えっと、今アンダーラインが引かれております7行目、えー「化学肥料なしで野菜を作る」という内容が、えー、すずさんの、えー、の文中に出てきますでこの内容とです、ね、今回の問題に関しては当てはまらないものを選ぶというのが、えー、問題の、えー、問題のに当てますんで、はい、答えは「あ」だということになります。はい で5番なんですけれども、うん、ちょっと一見するとちょっとあの時間かかるなと。こ そうですちょっと時間かかりそうやなっていうのを、うんはい、おそらく多分パッとミーの印象で思ったのかなと思いますが、はい、実はこれをグッドポイントだけを見れば回答ができるっていう,、うん、う,いう問題なんですね。で,すねで、えっとイー、e、とエーに関しましては、まあ本文に記述がないんです。うん、まあイ、e、ーのガイドブックというのはちょっと惜しいんですけれども、うん、まあ記述がないためにイ、e、ーとエーをカットしてあげると、あ<ら> A と、U、のグッドポイントだけを見ていくと、えー、答えが佐藤。

内容でないとダメなんですね。で選択肢を見ていきますと、アはさとしさんのみの話、ウはスズさんのみのお話、エーに関しては全く逆の内容が本文中に記載がありますんで、はい、答えがイだということになります。はい。はい、さて最後は大問五ですね。はい。はい。大問五に関しては例年通りの適語選択という形の問題でした。 えっと丸一番はですね、えー、スローアウェイという熟語が、まあ、あの頭に思い浮かべれば。あのスローを過去分詞形にしてスローンというのが回答だとわかります。はい。で、二番はですね、後ろにトゥークリーンという不定詞が続いているということをヒントに。ディサイドを回答し、うん、そしてそれを過去形にしてディサイディってが正解となります。はい。で、様をちょっと迷。っ 人はいたかもしれません、はい、ただですね残っている選択肢の中で、まあ、文脈から判断しておそらく「ジョイン」を使うっていうことは、うん、まあなんとなくそこまで行き着いたのかなと、はい、あとはそのどういう語形変化をするかっていうことで、うん、ちょっと迷ったた受験生ははいいいのかなううふうには思います、はい、で今回ですね正解といたしましては「あのプリスト」っていう、まあ、気持ちを表す言葉の後ろに「to join、うん、という不定詞の形を取ることによって、はい、ほにゃららして嬉しい という形にしてあげる。なので、to join、うん、という不定詞の形にしてあげるのが正解ということになります。はい、はい。で続いて五の二なんですけれども、これも例年通り、えー、ポスターを読み取ってそこから情報をピックアップし、マル一からマ五までの括弧の中に、えー、適合を入れていくというような問題になっております。うん で丸一番はですね、まあアンダーライン引いてちょっと純不動になりますけれども、はい、健康になりたい人っていうのがありますんでこの健康という言葉を英語に直してヘルスというものを入れてあげます、はい。フィットネスでもいいんですね。そうですね。はい。でえっと二番がですね、えっと本文中に初めて参加する人大歓迎とあります。うん、でカッ二の問題文を見ていただきますとえっとまあ の直前に「ウェルカム」という言葉がありますので、まあ、そこをヒントにしていただくと「初めて」っていうのがキーワードだと。はい、で「うん、for the first time」という熟語だと気付ければ「フ、え、ァーストという言葉が入るというのが分かります。はいで続いて三に関しては、えー本文えー、ポスターの中の「祝日」っていうところを読み取って「 ホリデーまたは「バケーション」ですね、はい、これを入れていただく、うん、4番に関しては、えー、下から3行目に名前住所電話番号とありますこの並びをそのまま、えー、本文中に当てはめていくと「うん、え名前住所電話番号」の住所だけが抜け落ちてますんで「アドレスと」と、うん、このアドレスの D を重ねられたかどうかあ細かいところですそこにちょっと単語かけたかどうかっていうのがちょっとポイントだったかなと思います。はい、で最後ですね5番番にに関しては、えっと、カッコ5番の直前文にサークル つまり、円の中の言葉の意味は何っていうふうに聞かれてます。うん、ポスターの中の円の中身は参加無料となってますので、無料という単語のフリーを入れれば正解となります。はい。はい、ここまで英語の解説は木村塾の飛馬正人さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。